はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニの次のイベントの情報が入ってきました。映画連動イベント第2弾ということで、閻魔武道会影、まあね、まだ噂レベルなんでちょっとね、信憑性は薄いです。まあ仮に閻魔武道会であったとしましょう。まあ期間は今のイベントが終わった1月1日元旦から14日の日曜日までということで、まあ目玉となるのは闇閻魔 SSS ランク、こちら種族閻魔族ですね。そしてランクは SSS。 映画妖怪ウォッチシャドウサイドで登場する新たな閻魔、強力な妖怪と融合した姿で神を超える力を持つと言われる、まあ映画で出てくるね目玉キャラなんですけど、まあ今のイベントで登場していないということは、まあ間違いなく次のイベントで登場してくるんじゃないかと思います。そして闇閻魔の入手方法なんですけども、合成です。蛇王カイラと閻魔 SS ランク30年後の姿、こちらを合成することで闇閻魔を作ることができます。これについては妖怪ウォッチファンブック第9号のね記事として上がっていたので、まあ間違いないんじゃないか、確定情報であると思っていいでしょう。で、蛇王カイラなんですけども、まあ種族は閻魔族、ランクは SS ですね。必殺技は蛇王半極波、まあ敵一匹にダメージを与えて味方を回復するということで、こちらが現状はね B コインガシャでしか入手することができません。まあ B コインガシャっていうのはね、バスターズ2を買うとついてくるコイン。しかし心配することはないです。年末ニャンボ、おそらくね年末年始ニャンボガシャ来ると思います。まあこれにね、このジャオーカイラ、そしてダンドリー、ゴゴゴティードラゴンあたりがね追加されるんじゃないかとね僕は思います。まあわかんないけどね。で、闇閻魔が閻魔武道会でどのようになるのかなんですけど、まあ、ジャオーカイラは武道会ガシャ、まあ、Y ポイントで回せるガシャから登場だと思います。そして合成するもう一体の閻魔 SS なんですけど、こちらがねおそらくねお宝を集めて解放するあれなんじゃないかと思います。まあ、合成の場合はね2体ともガシャってのはありえないんで、まあ、それコンプガシャになっちゃうんでそれはないんですよ。まあ、1体ガシャで1体はステージ入手、まあ、これはね、まあ、間違いないんじゃないかなと思います。そうすると気になるのは、閻魔武道会優勝した時に乱入してくるあの強敵枠は何になるのか、これがね映画そしてバスターズ2のキャラからするとちょっとね思いつかないんですよね。ということは、おいおい武道会じゃないのか、まあそんなね気もしてきます。ちょっとねここはよく分かりません。まあ皆さんはね次のイベントどんなイベントだと予想しますでしょうか。ぜひともねコメント欄で教えてほしいなと思います。以上、コナンでした。